皆さんこんばんは。ドラキュラ・デメテル号最後の航海という最新のドラキュラ映画が先月公開されました。ブラム・ストーカーの原作は全27章で構成されていて、その第7章を映画化したものです。第7章ではドラキュラ伯爵が積み荷に潜んでルーマニアからイギリスに渡ります。船は無人船となってイギリスの港に漂着しますので、乗組員たちが最終的にどのようになってしまったのかはご想像できると思います。今日はこの最新映画のドラキュラを中心にドラキュラ像について解説していきます。まずブラム・ストーカー原作ドラキュラのキーポイントを見ていきます。小説は書簡体で書かれていて、弁理士のジョナサンやその妻のミナなど主要な登場人物が一人称で語り、彼らの主観的な日記や手紙から読者は状況を知ります。小説内でドラキュラ伯爵は常に人間から観察される立場で、彼自身の言葉や考え、つまり彼の内面部は一切描かれていません。これは何を意味するのかというと、ドラキュラ伯爵の本当の姿は闇に包まれていて、映画で表現される姿も多様であるということです。ドラキュラ映画がたくさんある中で、フランシス・コッポラ監督のドラキュラは原作に忠実な映画と言われています。しかし原作にはないドラキュラ伯爵とジョナサンの妻であるミナとの恋愛がテーマとなっていて、ホラーというよりもラブロマン性が強い印象です。ジョナサン役をキアヌ・リーブス、ミナ役をミノナ・ライダーが演じ、豪華なキャストと素晴らしい衣装が話題になりました。ドラキュラ伯爵の最後の場面も原作とは異なり、伯爵に安らぎの死を与えるためにミナがとどめを刺します。ドラキュラ伯爵の人間味あふれる姿が印象的な映画だと思います。次に最強と言われる第7章と最新映画のドラキュラ像について見ていきましょう。小説第7章においてドラキュラ伯爵はイギリスに上陸しますので、この章は物語の転機となる章と言えます。デメテル号という帆船は謎めいた50個の木箱をロンドンまで運ぶためにチャーターされました。ドラキュラ伯爵はこれに乗船し、最後は犬に変身してロンドンに上陸します。逃げ場のない戦場で起きた悲劇が映画で描かれていますが、今回のドラキュラ像は先ほどのコッポラ監督のドラキュラとは全く異なり、人間味ゼロの獲物に飢えたモンスターの印象が強いので、まさにホラー映画なのではないかと思います。この第7章だけで映画を作るというアイデアもかなりユニークなのではないでしょうか。それでは最後に第7章の原文の一部を見ていきましょう。第7章ではデメテル号の中で後に見つかった航海日誌がここに引用したように記録されています。日誌ですので、日付とその日に起きたことが綴られています。特にマーカー部分が怖さを感じる表現だと思います。訳していきますと、7月24日、この船に何か怪しいものが出るようである。すでに航点を乗り越え、帆を下ろしてビスケー湾に入ろうという間際に、昨夜また一人乗組員が消えた。最初のと同じように、夜間当直を終わると、そのまま見えなくなったのである。乗組員たちは恐怖に沸き立ち、我々は一団になってことに当たることにするから、夜間の当直を二人にしてくれ。一人ではとても怖くてやりきれないと言い出した。
このような感じで日誌は続き、7月29日には Another Tragedy、 またもや悲劇と書かれています。最強と言われる第7章の映画化によって、今後もドラキュラの多様な姿が続くのではないかと私は思います。ご視聴いただきありがとうございます。次回50回目の講義は、オースティンの映画について解説しますので、ぜひご覧になってください。